すごい音するじゃないですか。これ頭皮がすっごい硬いガチガチなんですよ。すんごい硬いです。失礼いたします。もう持ってくるようにしますね。下がってしまってるので、ここがちょっと硬いですね。大丈夫ですか？はい、なりましたね。いいことなんですよ、なかなかのは。気になることはもうないですか？あ、やっぱあります。やっぱりありますか？痛いですね。はい、そこがめっちゃ痛いところです。普段から気になるところですね。はい、うわこれでね、はい、先にしててくださいね。はい、今大丈夫です。はい、意識的に大きめに呼吸してください。はい、呼吸浅いですね。早いなと思いました。違いますよね。はい、本当に痛いですね。うん、あ、息
はそうでもないんですね、うん、左側がいつもなんですかね。どうなんですか、気になる時はどこですか。片っぽずつな気がします。あ、右だったり左だったりみたいな、はい、なるほど。寝不足ですか。え、そんなことないですか。いや、でもどのぐらいか寝不足かっていうところで。あ、はい。何時間ぐらい寝てますか。あ、でも6、7時間は寝てる気が。そうなんですね。ちゃんと寝れてすっきり起きれますか。すっきり起きれないですね。なんかだいぶ頭が硬いんで、はい、眠りの質良くない、かなり良くないと思います。痛いですよね。こう痛いです。めっちゃ痛いですよね。ガッチガチなので、全然頭が休まってない。だいぶこうちょっと考えちゃったり気にしちゃう方ですかね。そうですね。最近どうですね、でも。ほとんどリラックスできてないようなので。やばいです。やばいですね。頭皮が硬いです。とか、まあ、すごい痛いと思うんですけど。痛いです。痛いですね。力みがある方は結構痛いので、ただこういうことによって結構力みが取れるので、無駄な力はこれで結構抜ける感じですね。余計な力が入ってると硬いところ痛いんですけど、結構そうですね。やっぱ体が。多分寝れてないんですね。寝不足な感じが頭には出てます。すごい音するじゃないですか。これ頭皮がすっごい硬いガチガチなんですよ。すんごい硬いです。すっごい硬くなってます。本当にマックスな硬さですね。呼吸も浅いようなので、やっぱちょっとこう足りないというか、なんかこう緩みにくくなっちゃってるんですよね。酸素が十分に回らないと、それだけでストレスを感じちゃうので。痛いですよね、はい、大丈夫ですか、このぐらい、はい、ちょっと緩んできましたね。音が変わってきましたよね。